はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですねファッション系の動画を撮っていこうと思うんですけれども、普段私はどちらかというとプチプラなお洋服がすごく多くて、ザラであったりとか、ザラは少しプチプラの中でも若干お高めではあるかなと思うんですけど、ザラとか H&M とかグレイルの購入品とかもたくさん紹介したりとかしてるんですけど、日頃からそういったプチプラなお洋服を着ることが多いんですが、その中で私が気をつけてることっていうか、どうすれば高めできるかなみたいなこともちょっと考えたりとかしていて、今日はその私が普段気をつけてることなどを少しお話ししていこうかなっていうふうに思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していくんですけど、今のプチプラのお洋服はレベルがめちゃくちゃ高いので、すごい安っぽく見えるみたいなやつはあまりないとは思うんですけど、その中でもいくつか高見えだったりとか、ダサく見えないように気をつけたりとか、そういうので意識していることがあるので、今日は大きく分けて5つ紹介していけたらいいかなというふうに思っております。ではまず1個目が、これが多分一番簡単でやりやすいかなっていうふうに思うんですけど、アクセサリーをつけるっていうのが結構私の中では鉄板な高見えテクになります。普段から私もねアクセサリーすごいたくさんジャラジャラとつけてると思うんですけど、やっぱりこのアクセサリーがないのとあるのでは結構違ってきて、例えば今着てる T シャツとかでもネックレスがない感じだとすごくシンプルでカジュアルな感じに見えると思うんですけど、こういったゴールドとかシルバーとかでもいいんですけど、こういうアクセサリーがあると一気にガラッと雰囲気が変わって大人っぽく見えるって言えばいいのかな、まあ、高見えさせるにはちょっと大人っぽい感じのアイテムだったりとかを入れると結構高見えするかなと思うんですけど、ちょっとこうキラッとしたアイテムをつけてあげると高見えできるんじゃないかなって思います。ピアスだったりとかこういうリングとかもそうですけど、キラッとするようなものが身についてると自然と自信も湧いてくる気がします。なんかこうメンタル的な面でも一気に自分に自信が持てたりとかもすると思うので、私はそういう面でもすごくアクセサリーは好きなんですけど、すごい細かいところではあるんですけど全体的なコーディネートが高見えすると思うので、まず1個目はアクセサリーをつける、これが多分一番簡単だと思うのでぜひやってみてください。続きまして2つ目なんですけど、バッグなんですけど、バッグも本当にいろんな素材いろんな種類いろんな形があると思うんですけど、物によっても結構変わってくると思うんですが、割とレザーっぽい感じのアイテムを持ってあげると高見合いするんじゃないかなって思います。分かりやすいところで言うと、白 T にデニムのコーデがあったとします。まあそこにアクセサリーをつけて、ここにトートバッグとかを持ってくるとカジュアルな感じになって、それもそれで可愛いし、そういう雰囲気にしたい時にはすごくいいと思うんですけど、トートバッグをレザーのバッグに変えるだけで一気に洗練されたというか大人っぽくもなるし高見えもするんじゃないかなっていう風に思います。あとシューズとかもそうかな、スニーカーを履くよりもレザーのブーツだったりとかローファーとかを合わせてあげると一気に高見えすると思うので、だからまあ普段スニーカーが多いよっていう方とかはそこをローファーとかブーツに変えてみたりとかするのもいいと思います。あとは夏であればサンダルとかもそうだと思うんですけど、この年の流行とかでも変わってくると思うんですが、今どちらかというとクロックスとかもちょこちょこ流行り始めていたりとか、そういう素材なんて言うんだろうな、ちょっと低反発っぽい感じの素材のシューズっていうのもすごく流行ってはいるんですが、やっぱりそれよりかはレザーっぽい感じのアイテムの方が高見えっていう面ではいいのかなっていうふうには思うので、小物とかも挑戦しやすいと思うので、そういうところから変えてみるのもいいかなというふうに思います。あとバッグとかは一つブランド物とかを持っていくのもいいのかなと思ってて、やっぱ洋服とかに比べるとトレンドもそんなに気にしなくてよかったりとか、オールシーズン使えるものが多いと思うので、まあ、中学生高校生のうちは私も全然そういうの持ってなかったんですけど、大人になってちょっとお金に余裕ができたりとか働けるようになったりとかしたら、そういうのを一つ自分にご褒美として買ってあげるのもすごくいいと思うので、全部高いアイテムで揃えるんじゃなくて何か一つだけとかいう感じで合わせるのもいいと思います。続きまして3つ目が、これはちょっと夏は難しいかもしれないんですが、レイヤードするっていうのが私的には結構高見えするんじゃないかなって思ってます。まあこれは高見えというよりはよりおしゃれに見えるっていう風に言えばいいのかな。今私もこういう感じでレイヤード、重ね着っていう意味なんですけど、レイヤードしていて、今私は T シャツにベストをね羽織っているんですけど、もちろんこれも T シャツだけでもすごく可愛いです。ラフな感じカジュアルな感じで可愛いんですけど、これよりは何かこうアイテムを重ねて
あげる。それがこういったベストジャケットなのか、ニットベストだったりとか、ビスチェなのか、ジャケットなのか、季節とかによっても変わってくるとは思うんですが、こういったものを重ね着してあげて、さらにこういったベルトとかも巻いてあげたりとかすると、一つ一つのアイテムはプチプラだったとしても、組み合わせでなんかこう凝ったお洋服に見えたりとか、あの人のコーデすごいいい意味で不思議だなっていうか、単調じゃないっていうのでおしゃれに見えるし、だから高見えするしっていうので、レイヤードも私は意外と高見えテクなのかなっていう風に思います。でもレイヤードの仕方がわからないっていう方は、とにかく自分が持ってるアイテム、いろんなものを合わせてみるっていうのがいいと思います。頭で想像してるよりも実際にコーディネート組んでみないとわからないものもあると思うので、これとこれみたいなやつでも意外と合わせてみたらマッチしたりとかっていう感じで、こう自分で探していくのも楽しいと思うので、普段コーディネートが単調になりがちで、もうちょっと凝った感じに見せたいなっていう方は、ぜひレイヤードを楽しんでみてください。続きまして4つ目なんですけど、高見えというよりはプチプラアイテムを選ぶ時のポイント的なものなんですけど、もちろん自分が好きな形だったりとか、シルエットだったりとか、素材だったりとか、カラーだったりとかもいいと思うんですけど、全部が全部そうではなくていいんですが、トレンド感を気にするっていうのも一つ大事なのかなっていうふうに思います。例えばボトムス、私が中学生ぐらいの時に、知っている方いるかわかんないんですけど、ガウチョパンツって言って、ちょっと中途半端な丈のパンツが流行ったんですよ。すごくその時はやっぱり流行ってるので、それが可愛いと思ってたんですけど、今はもうロングパンツ、結構長めのゆるっとしたパンツがすごく流行ってると思うんですね。なんかこれは多分流行り的にそう見えるんだと思うんですけど、やっぱり今この時代になって、その中途半端な丈のパンツとしっかりと丈感があるパンツを見比べた時に、どっちが高見え、まあおしゃれに見えるかっていうと、やっぱり丈がしっかりあるようなパンツの方がおしゃれに見えると思うので、プチプラのそういった同じようなアイテムでも、自分の体型だったりとか身長とかにちゃんと合ったようなパンツを選んであげると、より高見えすると思います。でもこれは本当にちょっと曖昧なところではあるので、きっぱりこっちの方が絶対高見えするみたいな感じで言い切るのが少し難しいんですけど、まあ、でもそういった丈感であったりとか、シルエットだったりとかっていうのも、時代に合わせたトレンドに合わせていけば、よりファッション感度も高く見えるし、高見えして見えるようなファッションができるんじゃないかなというふうに思います。では続いてでラストですね。ラスト5つ目なんですけれども、もうお洋服とかそういった話ではなくてこれを言うと、まあそれはずるいよしのたんって思うかもしれないんですけど、やっぱり最終的には自分磨きをするのが一番だと思います。私も別に完璧ってわけじゃないので、まだまだ自分磨き必要だと思うし、偉そうなことを言うつもりはないんですけど、例えばね、極端な話、今の私のこのファッションを中学生の頃の自分が着るとしますってなった時に、やっぱり絶対今の方が自分に似合うし、昔よりはそれはメイクの技術だったりとか、あと体型だったりとかも最近の方がより気をつけていたりとかもするので、中学生の頃よりも今の方が着こなせると思うんですね。まあ、自分磨きって一括りで言ってますけど、それがなんかボディメイクなのか、メイクのスキルアップなのかとかいうのはそれぞれだと思うんですけど、とにかくファッションが本当に好きで、ファッションをとことん追求するっていうのもめちゃくちゃ素晴らしいことだと思うんですけど、それに伴って自分がこのファッションを着るためにはどうすれば着こなせるかなっていうのも、しっかりとバランスよく考えていくのがいいのかなというふうに思います。でも私はまだまだね、足りないところだらけなので、努力をしてる最中なんですが、自分磨きっていうのもやっぱり最終的にはそこが大事かなって思います。自分磨きをしていくことで、より自分に自信が持ってて、ファッションも自信を持って着ることが大事だと思うので、自分が可愛いなと思ってるファッションでも、なんか大丈夫かなとわそわするよりかは、こういうファッションが好きなんです、自信満々ですみたいな感じでいた方が、もっともっとそのコーディネートが輝いてくると思うので、そういった面も大事かなと思います。まあ、あとはこれも自分磨きなのかなと思うんですけど、ヘアスタイルが大事だと私は思います。よく聞くのは、女性はね結構メイクとかをして雰囲気が変わると思うんですけど、男性ってもちろんメイクをする方もいらっしゃいますけど、結構髪型でガラって印象が変わるじゃないですか。なんかいなかったですか、周りとかに、なんか髪型変えたらすっごいいきなりかっこよくなったなみたいな。結構男性とかだと分かりやすいと思うんですけど、やっぱり自分に似合う髪型とかヘアスタイルまでこだわるっていうのもすごく大事なのかなって思います。私もね、本当に髪の毛扱うのめちゃくちゃ苦手なんですけど、髪の巻き方とか、そもそものカットの仕方とかっていうのでもうすごく印象が変わってくると思うので、私はどちらかというとメイクとかファッションとかの方が自分の中ではなんかこう優先順位が上というか、可愛くしたいなっていうのがあるんですけど、そこにさらにヘアスタイルも気にかけてやっていけると、もっともっとおしゃれな
感じに見えて、お洋服もねこなせるというか中見えできると思うので、そういうところも大事になってくるのかなと思います。はい、ということで今回はお洋服の高見えテク、おしゃテクみたいな感じで5つ紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。誰が言うとねみたいな感じですごい偉そうに言ってますけど、全然私も完璧じゃないんですが、私が思う高見えテクみたいなのを紹介していったので参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。